プレセニリンは、複数回膜貫通タンパク質のファミリーであり、ガンマセクレターゼ膜内、切断プロテアゼ複合体の触媒サブユニットを構成する。ピーターストリートジョージヒズロップによって、創発性の家族性アルツハイマー病を引き起こす、変異のスクリーニングから、初めて同定された。脊椎動物には、プレセニリン1を高度するプソン1と、 プレセニリンにオコードするプソン2という2つのプレセニリン遺伝子が存在している。どちらの遺伝子も主観で保存されており、ラットと人のプレセニリンの間には、わずかな異しか見られない。センチューシモラブデュテスエレガンズにもプレセニリンに似た2つの遺伝子、セル -12 とホップ -1 が存在し、機能的にも類似しているようである。プレセニリンは、 細胞質側ループのうちの一つに存在するアルファアヘリックス領域で切断され、その結果大きな N 末端フラグメントと小さな C 末端フラグメントが生じる。これらは共に機能的なタンパク質の一部を形成する。プレセニリン1のエクソン9の血質変異は切断を防ぎ、それによってタンパク質の機能は失われる。プレセニリンは シナプス前細胞の神経伝達物質の放出と長期増強の誘導に関与する細胞内のカルシウムイオン濃度の調節に重要な役割を果たす。プレセニリン1の構造については長く議論があった。遺伝子が最初に発見された時に素水性分析が行われ、タンパク質に10個の膜貫通領域が存在することが予測された。 最初の6つの膜貫通領域が膜を貫通していることについては同意が得られていた。これらの領域は PS-1 の N 末端フラグメントに対応しているが C 末端フラグメントの構造については論争が存在した。スパシッチラによる論文によって細胞膜への挿入に先立って9つの膜貫通領域を持つ構造の切断と ガンマセクレターゼへの組み立てが起こるという強力な証拠が得られた。プレセニリンマイナス1のシーマッタンフラグメントの構造は溶液 NMR によって決定され、アルファヘリックスからなり176アミノ酸で構成されていることが示された。2016年にはガンマセクレターゼの原子分解能の構造が暗い、お電子顕微鏡によって解明され、 プレセニリン1が9つの膜貫通領域を持つことが示された。アルツハイマー病の大部分では遺伝性ではない。しかし、一部の症例は、創発性で強い遺伝的要素を含んでいる。常染色体有性遺伝型のアルツハイマー病患者では、プレセニリンタンパク質、またはアミロイド染具体タンパク質に変異が存在している場合があり、その大部分では、 プレセニリンの遺伝子に変異が生じている。アルツハイマー病の病態の重要な部分をなすのは、アミロイド β の蓄積である。Aβ が形成されるには、APP は、β セクレターゼと、γ セクレターゼの2つの酵素による切断を受ける、必要がある。プレセニリンは、γ セクレターゼの構成要素であり、APP の切断を担う。 ガンマセクレターゼは APP タンパク質の小さな領域内のいくつかの箇所で切断を行う。そのため形成される Aβ には様々な長さのものが存在する。アルツハイマー病と関係している Aβ は40アミノ酸と42アミノ酸の長さのものである。Aβ42 は Aβ40 よりも凝集しやすく脳内でアミロイド範囲を形成しやすい。 プレセニリンの変異は賛成される。Aβ の総量には影響を与えないが、a β 4に対する Aβ42 の賛成量を増加させる。この変化は、ガンマセクレターゼに対して変異が与える様々な影響の結果である。プレセニリンは発生に重要なタンパク質であるノッチのプロセッシングにも関与することが示唆されている。 プレセニリン1の遺伝子をノックアウトしたマウスは発生以上によって発生初期に死亡しノッチが破壊された場合と類似している。プレセニリンの遺伝子は1995年に家族性アルツハイマーの症例で見られる変異を用いた連鎖研究によって発見された。会話のシナプスでのプレセニリンの遺伝的不活性化実験によってシナプス語ではなく シナプス前でのプレセニリンの不活性化がシータ波によって引き起こされる長期増強に対して選択的な影響を与え、さらに短期シナプス過疎性とシナプス即通も損なわれることが示された。シナプス前週末では細胞内のカルシウムイオンの放出の調節過程の変化によってグルタミン酸の放出が減少している。これらのことはシナプス前での神経伝達物質の放出の 血管が神経変性へとつながる一般的機構である可能性を示唆している。ありがとうございます。